毎年お盆は義実家に帰省しています。おかえり。なんか前より汚くなってない？義両親は悪い人ではないのですが、私は反りが合わないため帰省が億劫になってしまいます。帰省が億劫だと思う大きな理由は義実家が汚いこと。義母は片付けと掃除が嫌いなのです。帰省のたびに家の中が汚くなっている気がします。そういえば直美さんは今回仕事の都合で来られなくて。お姉さん逃げたな。咲ちゃんだけでも来てくれたから楽できるわ。なんと義母は帰省のたびに私や義子に家事を丸投げするのです。いつもは義子とやっている家事を今回は一人でやらなくてはいけません。翌日、家にいる時より早起きなんだけど。ごめんな、俺もやるから。新しくできたショッピングセンターに行きたいの。連れて行ってくれない？片付けをしたらやっと一息つけると思っていたのに、無免許の義母から送迎のおねだりです。義父は仕事、義理の兄と夫は子供と一緒に出かけているので私が連れて行くしかありません。疲れた、もうご飯の準備したくない。お腹空いたね。チャーハンでも食べたいわ。出前でも取ろうか。お姉さんがいてくれたら。あら、雨が降ってきたわよ。さきちゃん気づいてた？洗濯物を入れろってこと？大丈夫？全然大丈夫じゃない。なんで私や直美さんが家事をやらないといけないの？あなたとお兄さんでやればいいじゃない。直美さんは今回逃げられてラッキーだよね。ごめんな、さきさん。今回は本当仕事でたまたまなんだ。さきさん一人で大変だよな。次回は連れてくるから。次回は直美さんを連れてくるから二人で家事をしてってことですか？そういうわけじゃなくて。もう家事はいいからさきも休んでて。何もやらなかったら汚いままじゃない。帰省したらまず何をしているかわかる？ごめん、わからない。汚い義実家に何も感じていない様子の義理の兄と夫。私は一から説明しました。寝る部屋に掃除機をかけて、布団の準備も私と直美さんでやってる。トイレもお風呂も掃除して台所も片付けるの。もう私たちを家政婦扱いするのはやめてほしい。そこまで負担だとは思わなかったよ。申し訳ない。一度母さんたちに話そう。家が汚くなってるように思うけど、何か困ってるの？母さんが家事を億劫がるようになったんだよ。仕方ないじゃない。思うように体が動かないのよ。だからって毎回家事を丸投げするのはどうにかしたら？丸投げだなんて人聞きの悪い。丸投げですよ。私たちがいる間何もしないのはどうかと思います。すると義父が自分に原因があると打ち明けてきました。ごめんごめん、俺にも原因がある。え？母さんがいつも家事を嫌がるから、息子たちが来たら嫁さんがやってくれるし楽すればいいじゃないかってよく言ってたんだよ。義父の言葉には驚きました。都合が良すぎるよ。正直甘えていたな、母さん。そうね。その後義両親に家事サービスを紹介し、私たちは自宅に帰りました。今回は帰省できなくてごめんね。大変でしたよ。でね、提案があるんだけど。義理の姉の提案で次の帰省ではホテルに泊まりながら義両親と過ごしました。なんて快適なの。義両親は定期的に家事サービスを利用しているみたいだし、今後は家事規制にならずに済みそうです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。